ました。神宮球場です。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツの19回戦です。解説は小宮山聡さん、西井俊下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エースを出している以上、この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるんでしょうからね。そうですね、期待しましょう。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか？当然それはね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。まあ自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。ジャイアンツ、マウンドに上がるのは先発の笠原。さあ、スワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあ、そして山田。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。ていきましたが三振。さあ、この打席でシーズン安打記録。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。改めてお聞きします。この岡本、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、しぶといバッティングが身上のシュアーなバッターですね。そうですか。打ちました。いい当たり。ショート取った。アウト。ワンアウトです。この打席でシーズン安打記録更新と。バッターボックスには4番岡本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。バッター、この当たりはどうか。レフト線を深く破るヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ツーアウトランナー2塁。今の投球、小宮さん、いかがですか？ちょっと中途半端な感じになりましたね。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入ります。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、バッテリーもしっかり警戒していると思いますので、無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。このピンチ、空振り三振に切って取ります。4番バッター岡本。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。落ちる球。変化球、タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。センター抜けました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。小宮山さん、これはピッチャー不用意でしたね。ちょっと気に入ってのボールですよね。さあ、ここでジャイアンツ、ダイソー。さあ、スワローズ、一打同点の場面となっています。まあ、勝ちがかかってる場面ですから、丁寧なピッチングを心がけたいですね。そうですよ。センター前抜けていく。ボールは中継。サードランナーホームイン。ジャイアンツ同点。1対1スワローズ。なおも二塁一塁のピンチ。警戒はしていた相手なんですが、この場面で同点打を浴びてしまいました。ここで踏ん張れたらいいんですけど。ここで意地を見せられました。同点になっています。さあ、そして打席には坂本が入っています。怖いバッターが続きますね。さあ、なおもピンチが続きます。
こういった終盤での粘りが大切になってきますから、強気のピッチングで乗り切ってほしいですね。うん、なるほど、そうですよね。これは見送ってボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。左に切れます。フォアボールでランナーを出しました。うん、これでノーアウト満塁。良かったねんか。アンダーソンが入ります。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。ここで勝ち越されてしまうと厳しくなってきますから、なんとかこのまま持ちこたえたいですね。なるほど、そうですね。さあ、3球目は何か。うん、ナイスボール。ワンボールツーストライク追い込んでいます。ファウルです。小宮山さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか。ストライクからボールになる変化球に手を出してもらわないと困るので、そういうボールしかないと思いますか。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。これは右に切れてファウル。さて、西さん、バッターのアンダーソン対左ピッチャーはどうなんでしょう。うん、特に左ピッチャーが苦手という印象はないですね。外側行った、センター前へ抜けていく。ホームに送球する。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ勝ち越し、2対1になりました。スワローズなおも満塁のピンチ。うん、抑えたかったんですが、小宮山さん、この場面で勝ち越されてしまいました。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。三山さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあ、どうなんでしょうね。かなりがっかりするような内容なので、何とも言えないんですけども、次に期待したいですね。そうですね、期待しましょう。バッタージャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。